自分の投球というのはその大胆さ、はい、でその大阪桐蔭打線も怖がらずにしっかりと投げ込んでましたし、ストレートそしてその変化球のキレも良かった、非常にそのリズムを作ってくれたと思いますね。6、7、8とランナー出しながら大阪